はい、こんにちは。日本改革徳澤です。シゲボーン様、チャッピー様、ケイゾー様、ユミコーン様、ミキ様、スーニンさん様でいいのかな、ヤスコ様、ジュン様、ヒロシ様、タミエ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金、河野太郎との裁判費用にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。1月17日今日、関連死を含めると約7500人以上の被害者を出しました阪神淡路大震災から29年目だそうであります。29年前の今日のですね、朝5時46分に揺れたと、亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げます。能登地震で亡くなられた方々に謹んで、お悔やみ申し上げます。能登の被災地の復興を願っております。永住資格を持ってないガーナ人、腎臓悪くして働けなくなった、生活保護くれ、この部分からですね、私も透析やってっけど働いてるよっていうツッコミいっぱいありましたよ。なんで透析してるそうなんですけど、このガーナ人働けねえんだよって話、行政永住者じゃないからダメー、ガーナ人訴えてやる、千葉地裁生活保護する理由がない、ガーナ人生活保護が認められなくても行政措置としての生活保護が認められるべきとして控訴だそうであります。世論です。なんで日本にいる外国人って困った時に自国の大使館を頼らないの、嫌なら来るな、行かれた地裁判決が出なくてよかった、日本は衰退国で金がねえんだよ、自国政府に相談すれば、ガーナで困窮した日本人にガーナ政府は生活を保護してくれんの、支援団体が邪悪だわな、あーそう思う。このガーナ人は操られてんだよね、あの支援団体にね。生活保護が認められなくても行政措置としての生活保護が認められるべき、私この部分がですね、何度読み返してみても全然わかんないんですけど、何言ってんのこの人、一体この野郎はですね、行政が司法判断と異なる措置を行いなよって言ってんのかな。判決は生活保護する必要なしなんだけど、行政がそれでもやれって言ってんのかね。だとしたら頭おかしいですよね、こいつとこいつの支援団体。私なんか永住者の生活保護にもですね反対なのに、何言ってやがんだよ。そんな滞在者、ただの滞在者にまで生活保護やってたらさ、例えばさ、旅行中の外国人が足の骨折った働けなくなった生活保護くれっつってそれやるのかって話、留学生がさ体悪くしちゃった、働けない生活保護くれってそれやるのかって、きりねえよね。永住者にだって日本以外で、外国人の生活保護してくれる国なんかねえのにさ、永住者だってダメですよ、外国だったら。せいぜいフードスタンプ配布程度でね、まあ慈善団体とか、政府じゃなくて慈善団体がやる場合もあるし、政治の福利は国民が享受っていう憲法全文にも反しますよね。これ外国人に福利をやるなって書いてねえべっていう向きあると思うけど、わざわざ国民が、享受って書いてある意味を考えろって、日本人限定だって話ですよ。人権先進国の韓国に行って生活保護もらえて、皮肉の投稿あったけど、韓国は外国人生活保護なんかやってないですからね。だいたい入管法でですね、自活できない外国人は入国できない、つまりお金稼げない、もしくはいっぱいお金持ってて一生働かなくてもいい外国人以外は入国できないってあるんだから、日本にいてはいけないことになってんだから、自活できない外国人はね、生活保護もらうぐらい困窮した時点で永住資格っていうか滞在資格取り消せよ、それが筋でしょうが、こんな理屈もわかんないのかな、長年与党やっとるとこの議民どもは、バカ議員どもは、こんな理屈もわかんないのかな。自立自活できない外国人は日本にいてはいけないことになってんだから、生活保護なんかそもそもやるんじゃねって、滞在資格
取り消せって、もしくはですね、あの現場で黙ってそいつの母国の大使館に連れてけって、困ってっから連れてきてやったぞ、だってね、あの大使館の存在意義って自国民の保護なんだからさ、第一の意義は、喜ぶでしょ、大使館だって。よくぞ連れてきてくれました、ありがとうございますって喜ぶはずだ。だからあのガーナ大使館にこいつぶち込んでこいって話ですよね。能登地震被災地で空き巣や置き引きなど被害が22件報告され、国家公安委員長、防犯カメラを100機追加投入する、警官のパトロールを150人から230人に増やす。まあ22件どこじゃ済まないとは思いますけれども、まあ報告されてる、判明しているのがその件数ってことね。世論です。これが心配で避難民が離れたがらない。まあ、あの、根こそぎ持ってかれちゃうと、みたいな心配。火事場泥棒は、どうせあいつら。まあ、あの、そうでしょうね。不法滞在者とかね。避難所内で置き引きとは、許せねえなぁ。ボランティア来るな、が、よくわかるわな。うちの周りにも防犯カメラ増やしてほしい。パヨ、監視カメラ絶対反対。市民を監視するな。ずんどこずんどこ。火事場泥棒は許せんな。まったくだ。火事場泥棒発見したら、被害者が好きにしていいことにしましょう。ベトナムやその他の国ではですね、そのリンチの結果、泥棒が死亡しても、社会がそれを許容してから、作物泥棒、誰もやらない。防ぐ手段になってますよ。それぐらいあの火事場泥棒は許せませんよ。なんつったってね、あの困ってる人をさらに困らせる所業でしょう。火事場泥棒って。昔、江戸時代の頃は、火付け盗賊改めって言ってですね、まあ、火つけたり、あの、そういう時に泥棒働く者は、もうその場で処断していい、火付け盗賊改めが、あの、江戸にいたんだよね。長谷川平蔵。鬼の平蔵ね。スイスのダボスで、世界経済フォーラム年次総会、通称ダボス会議が開催。世界中から政治家や経済人が、プライベートジェットで到着。その数なんと1040機だって。うわぁ。炭酸ガス排出量は車35万台分だそうで、環境保護や温暖化対策なんかの綺麗事を話し合う一方で、そりゃないんじゃないのと批判が集まっておりました。世論です。会議の 99% は無駄。温暖化詐欺ってやつ。何のためのインターネットで。まあ、集まんなくても会議できんだろうみたいな話ですか。こんな奴らが意思決定するとか、アホらしい。俺が言う綺麗事をお前らが実現しろ。方法、そんなのはお前らが考える。左翼は大体これなんですよ。綺麗事言いたいだけ。他者には抑制を強制するが、二酸化炭素出すな。幹部は例外っていうのがカルトのお決まりなんですけど、つまりこいつら環境カルトですかね。他にもいっぱいあのカルトの種類ありますよ。球場カルト、フェミカルト、男憎悪カルト。女だけの街に住みてるとか言っちゃうやつね。 LGBT カルト、ビーガンカルト、クジラクーナカルト、堕胎は絶対ダメカルト、その他いっぱい。堕胎は絶対ダメカルトはあのキリスト教原理主義者たち、堕胎は罪だからっつって聖書にそう書いてあるからっつってなんか産婦人科爆破しちゃったりするようなね、関わるとはあのこういうカルトは関わるとろくなことはありませんから、皆様もあのご警戒ください。自然食品カルトっていうのもあるかな。添加物カルト、っていうのもいるかな。今日のその他のニュース。日本政府、能登地震で問題となった救助や避難を妨げるデマ対策を検討開始。デマある石井さん、ついに政府を動かしてしまう大偉業達成ですね。パヨ冥利に尽きるというものですね。これ、止まらない世界のホワイト化。まあ、だん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 、あの、こう、窮屈になっていくという話なんですけれども、爪の規約も、ツイッターの規約も、増える一方で、決して緩めることはない。こういうの不可逆的って言うんでしょうね。不可逆的変化って言うんでしょうね。日本図書館協会、置き場所や処分に困っから、被災地に本を送らないで。誰だそんな非常識なことやってるやつは。まずは生きること。生きるために必要なものを
送った方が、送んなくちゃダメだよね。読書は、生存の二の次、三の次ですよね。衣食住。まずは。ほんと計り知れないバカがいいんだってあげてしまいました。留学した友達がですね、アメリカのバカは本当に日本人が1ミリも理解できないぐらい意味不明のバカでって言ってたけど、日本人もなかなかですね。国立なら教育付属小学校、教育大付属小学校で長年、教科書が使われない授業が行われていたことが発覚。必修の習字も、君が代も、教えなかったと発覚、文科省の指導に従ってないっていうことで学校教育法違反の疑いであります、長年パヨ教師に汚染され校長のコントロールが効かなくなってたって記事にありますけど、校長自身も疑わしいわね。国立なんだからふざけんな廃校にしろっていう意見多数であります。なんだその税金でってね、国の指導に従わない国立の学校って存在意義あんのかって話。奈良とか京都とか観光資源があってね、豊かなとこってパヨが入り込んでいくんですよ。アメリカだったらニューヨーク、あとロサンゼルス、シリコンバレーやっから儲かんのね。あとね、古くは自動車産業で、賑わってたデトロイト。パヨが一生懸命入り込んで、パヨパヨして、その結果ね、錆びれて廃れて、ゴッサムシティのモデルになるぐらい犯罪増えちゃって、みたいな。ろくでもねえな、パヨはな。松本人志、文春法第3弾の内容が判明、予告されておりました。別な飲み会に参加した A 子さん以外の B 子さんの新証言。7人目の証言者確保のお知らせ。ホテル室内写真をゲッツ。松本による女性セレクト指示書の写真ゲット。松本のために女性を集めた元吉本の懺悔告白などなど。女性セレクト指示書っていうのは、松本の女性の好みや女性の職業、NG 項目などがこと細かく書いてあるという、人絵が好きみたいであります、あと NG 項目って例えば入れ墨は NG とかそんなんですかね、そういえばですね訴えるぞって言わなくなってきましたね、っていうか一言も喋んなくなってきましたね。稲葉 NHK 会長、松本さんというのが本当にタレントしての評価に値するそういうタレントだったのかなという感じが個人的にはします。親方日の丸 NHK わざわざリスク取る必要ないもんね。視聴率関係ねえもんねここね。批判不可避の、紅白に韓国勢を7枠もねじ込んだのはリスク取ったのは金と性という実利があるからであってね。大体 NHK はですね、天気予報とニュースだけ流してりゃいいんだわ。あとは朝から晩までやってる必要ねえから、1時間に30分ぐらいやって、あとは砂嵐でいいんだよね。芸人使うような番組、必要ねえだろって話。日英伊による戦闘機共同開発事業について、公明党山口那津男、殺傷能力を持つ兵器を輸出しないのが我が国の基本的な進め方だった。基本的な進め方だった。政府がなぜ変えるのか、説明がほとんどない。妨害を試みてますね、これね。牽制してますね。兵器を輸出しないっていうのは、なんとなくそんな感じってことであってね、法律もないし、どうにも文書化されてないっすよ。創価学会、夏夜なれ。これナショナルね。世界、外国の支部を、学会の夏夜なれって呼ぶんですけど、香港支部を人質に取られてるですね。公明党は中共の犬ですから、我が国防衛をなんとかして妨害する立場ですね。公明党が与党である限りは、我が国の未来暗いです。こいつらがのさばってる限り、我が国未来は暗いです。だって中共の犬なんだもん。有名令和信者、差別主義者、排外主義者のネトウユには人権はありません。それが差別だろうと指摘され、投稿削除し、逃亡。知能に問題がないと、令和信者はやってられませんからな。なんだそのね、健康のためなら死んでもいいみたいな、
一文の中で見事に矛盾してるっていう、バカじゃないってやってらんないな。能登地震で避難をためらってる LGBT の皆さんはいませんか。支援団体が活動開始、一同はてなはてなはてな。そんな場合じゃないだろう。 LGBT 気にして避難をためらう、そんなはずないだろうという声も。支援団体はまあ支援するのが仕事ですかね。たとえそれが余計なお世話っていうか、当事者にとっては嫌がらせに等しいもんでも支援してますよっていうポーズするのが仕事。宮崎駿監督、君たちはどう生きるか。英大、The Boy and the Hero。 Hero、 なんかこういう発音でした。詐欺、鳥の詐欺、がハリウッド映画含め収益全米1位を記録し、米ゴールデングローブ賞受賞。まあこれ映画に対する賞ですね。こちらは韓国と違って税金でゴリ押ししてないからね。アメリカビルボード、ビルボードコリアを発足させます。対策しても対策してもインチキするんで、いっそ隔離するってことになったみたいであります。これはいいっすね。韓国のしかないんだったら好きなだけ工作とインチキしてろってことでしょうね。共産党代表選挙を主張して除名された松竹さんの再審査を却下。共産党は決して間違いを起こさないっていう無謬な存在ですし、共産党は間違いを起こさない。これ共産党無謬で検索してみてください。どういう理屈でそうなってるのか、わかりますんでね。中国共産党もですね、何かあったらすぐ埋っちましたね。まあそれも全部嘘なんですけどね。大体民主主義実現の機関、根本手段である選挙をですね、共産主義で主張するってのが間違いですよ。中国だってね、北朝鮮だって、ベトナムだって、同僚を陥れ、足を引っ張って上に上がっていくのが、あるべき正しい共産主義のあり方というもの。ソ連もそうだった。というものであります。しかしこのガーナ人許せねえね。あと支援団体。どこが支援団体してんだか、ちょっと記事には載ってませんでしたけれども、邪悪だよな。日本滅ぼそうと思ってね。ふざけてる。メール問いになってください。メール問いになって日本海賊とご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。